茂木、経済担当が今の消費税引き上げは7年間続いておる枝波景気の中で十分行う余裕はあると、こういう、一般社会情勢とはかなり違った感覚で発表しているわけです。この消費税 3% を引き上げれば、日本の経済は一気にマイナス成長になり、GDP は10% ぐらい下がっちゃうだろうと。10% ということは50兆円下がるということですよ。今の GDP は実質下がっているわけだけども、わけのわからん数字をどんどん穴埋めして、そして穴埋めた上にまだたくさんいかさま数字を盛り上げて、 GDP が増えたと作った GDP なんです。これは偽装 GDP。その偽装 GDP が消費税 3% いや 2% 上がるということによって、おそらくドーンと 5% 下がるということです。場合によっては 10% 下がるという、偽装した上に下がるから、実体経済は恐慌の状態になってるわけ。今大恐慌と同じ実体経済なんですよ。見てみろ、この東京都の大阪も平日車がガラス機ですよ。365日正月状態。正月が365日続いてるような、今日も正月のようだなというのが車が走ってる状態。混んでない、どこも。なぜだと。国民がお金がないから。地下へ入ったら地下鉄が超満員。これどういう現象かといえば、もう車も売った。最後まで車を持ちこたえて持ってるが、ガソリン買う金がない。そういうことで、今一番流行ってるのは車金融です。車金融はボン車が担保でお金貸してくれてくる。一番今儲かってるのは車金融とカード金融。カードで金借りに来る、みんな。昔のようにサラ金がないから。あるけども、みんな大手をやってるから、簡単に勝たなくなった。昔はサラ金で、土壇場ではサラ金で命をつなぐ人もよくおった。土壇場ではシステム金融で、命をつなぐ人がよくおった。しかし、そういう人も今はもうみんなできなくなった。ハゲタカファンドに全部やられちゃったから。だからもう車で金融しようと。カードを持ってるからカードで金融しようという人がものすごい数増えてるわけですよ。そういうもので、またこれから新しい犯罪が起こるだろうと思われるが、それほど景気は冷え込んでおります。一般国民は金がない。金があるものは茂木、安倍、麻生、阿穂。この連中はもう菅官房長官、日産のクーデター、あらゆるところから金がどん来る。もうこれ以上金は持ちきれない。岐阜県の部長のように、もうこれ以上家に金持って帰っても置くところがない。石原健太郎を地下室に置いてるから。そういう邪魔な課題は燃やしちゃいって庭で燃やしたのが岐阜県の部長ですよ、これ。だから茂木は金が有り余ってるから景気は続いてる、景気が続いてる。阿炎も金が有り余ってるから景気が続いてる、景気が続いてる。枝野も金がいっぱい入ってくるもんだから景気は後退してるとあんまり言わないんだ、こいつももう。自分は今最近景気がいいから。まあそういうのが選挙で選ばれた無責任な政治家たちの発言。特に茂木の発言は私は許さない。